決は確実な証拠もないのに裁判官らの頭の中でこね上げただけの単なるゲスの勘繰りから職権を悪用して不当な因縁言いがかりをつけ単なる交通事故を殺人犯罪にでっち上げようとする誠に言語道断な判決である。702号車ただいま到着。手錠外せ手錠。ちょいとした映画のパレードじゃな。記事からこっちは黒山の人だかりじゃ。別府の街が空っぽになっとるせんか。東京まで出向いていってテレビにまで出てるんじゃ。今や時の人ぞ。何にしわけ久しぶりじゃの。笹本さん、この真似なんなん。スピード違反の1万5000円を別府東署は焦げな行々しいことして取り立てると。まあここで気の行くまでわめておくれ。あんたも別府に帰ってくるとちっとは落ち着くじゃろ。さももっともらしいこと言いよるが、死んだ人間に都合のいいことを喋らせるためにお前たちが作り出した学問じゃねえのか。そげなことならいっそのこと東北からいたこか霊媒師呼んだ方が早かろうが。他人は自分の甲羅に似せて穴を掘る言うが、あんたらもそうじゃの。自分の脳みその分しか物事の判断ができんのじゃ。それを世間ではゲスの勘繰りと言うんじゃ。あんた方の論拠は一体何じゃい。この二人に鑑定を依頼したんだ。怪しまれずに保険に入れるのじゃ。バカにつける薬はねえの。スナック泊まり木の権利書をあの男に渡した。私に触っている手を離しなさい。ちょっとしがき。今度ようやく西脇和美の起訴が決定しましたじゃ。ミロンコミロン、これが俺の永遠の愛の証じゃ。だなんちゅう香水じゃ。おがまにゃう。シャネル。シャネル。ほら、おがむよ。シャネルのボタン。シャネルのボタン。おお、手を合わせるよ。マリリンモローがつけておった。マリリンモロー。その狙いがあんたの店の権利書じゃ。それでスナック泊まり木の権利書、あの人がうちに無断で売ってしもた。ところが奴にはその頃まだ他にも女がおった。古川花江。タバコには国家の正し書きがあってだ。うちの体にはなんの注意書きもないんや。タバコも唇も味噌もクソも資料も分別ももうごちゃごちゃにした39歳の肉体が吐き出す大胆な誘惑だったが、西脇の耳には寄せては返す潮騒だ。今法は市民のために適用されているのではなく、逆に市民は法によってどのようにでも扱われかねないんです。彼の法への反逆はこうして生まれ、状況証拠に対する痛烈な反証として自らの命をこの反逆にかけたと考えられないでしょうか。ああ、姉さんもグッと。私はお酒は飲めません。これはご挨拶じゃの。せっかく文庫日報がサービスしよっちゅうに。ほら、こっち来ない。デカ様が相手しやけ。犯罪者っちゅうのは常に当事者での、どんな犯罪も入念に準備周到に始めるもんじゃ。ところが終わってみると呆れるようなおポカを平気でやっちゃる。おかげでわしらはそのポカを見つけて犯人を挙げることができるのじゃな。石明けかてその用意周到ぶりには頭が下がるで。やつはまず殺す相手探しから始めたんじゃ。上がってもええかお。ひろこは三次の母であることも忘れ、年甲斐もなく幾分上気気味にうなずいた。思えばこのうなずきがひろこの身の上に決定的な悲劇をもたらしたのである。そっとひろこの手を握る。ひろこは無抵抗であった。西脇はさらに両手で握った。ひろこはかの泣くような声で、ここは舞台じゃないけ、見とる人はおらん。はい。西脇には意外な、しかしそれでいて実に勇気の出る言葉だった。車のフロントガラスは着水と同時に、正確には 0.58 秒から2秒の間に、その物理の本の定理通りに粉々に飛び散った。ただくれぐれも拷問だけはねえように願いますや。お前ら警察がこげなことしてええか。警察、こら拷問じゃねえか。何チンプなこと言いよるんじゃ。私たちは今公務を執行しよるんよ。なんじゃとは。あかねさん、あかねさん、ほら、はよ判をしてなきゃいないかい。それでひよこさんや子供たちが浮かばれるんじゃけ。やかましい、このババア。ババア。
お前が生き残ったことが問題なんじゃ。俺は起訴される前から有罪が確定しとるいうんか。有罪どころか死刑が確定しとるんじゃ。死刑、なぜなら昭和56年5月本被告事件の事件は刑事第3人の運転による都の証拠や昭和59年9月疑わしきは罰せず。